関西が場面図、関西広域連合は、日本の行政機構の一つ。救急医療の連携や防災等の府県域を超えた、行政課題に取り組むこと、及び国の出先機関の受け皿となって、地方文献を推進させることを目的として、関西の八府県が、地方自治法の規定に基づいて設立した特別、地方公共団体である。2012年8月以降、 域内の4政令指定都市も参加している。域内人口は2000万人を超え、日本最大の地方公共団体となっている。関西から新時代を作るとしており、さあ、関西の時代へというキャッチフレーズを使用している。これまでも、広域連合は、地方自治法の規定に基づいて、多数設置されているが、複数の都道府県によるものは、全国初である。設立当初の事務は、 広域防災、広域観光、文化振興、広域産業振興など7分野の事業から始められるが、公安の一体的な管理、国道、河川の一体的な計画、整備、管理等の分野にも拡大される。さらに、国からの権限、事務の異常へ向けた取り組みが進められている。関西の強みや特徴が生かされていない。そうした現状を変えるためには、国による、 地方文献改革を待つだけでなく、地方自らが住民の立場から主体的な文献改革を推進していくことが必要であるとして、関西広域連合が設立されるに至った。2010年10月27日までに、設立時に参加の全7府県の府県議会にて設立が議決された。2012年4月には、大阪市と堺市、同年8月には、 京都市と神戸市が厚生指定都市に加わり、域内の政令指定都市のすべてが参加することになった。また、2015年12月には奈良県が参加した。広域連合に参加している地方自治体は以下の通り、福井県、三重県は本広域連合の検討段階には参加していたが、設立当初からの正式参加は見合わせ、密接な連携が必要とされる。 自治体として各県知事が広域連合委員会へオブザーバーとして参加している。奈良県は地理的に関西県ではあるが設立当初からの参加を見合わせた理由として責任の所在の不明瞭化や権限の調整、経費増大など上位自治体の設置に伴う弊害が様々に見込まれること、同等の事務は広域連携を充実させるだけでも 達成可能であるとの考え、住民の身近で行うべき行政に距離感が生じてしまい、とりわけ県が課題としている南部の地域振興に悪影響が及ぶと予想されること、大阪府に編入されていた明治時代に災害復旧費が十分に回ってこなかったことから来る、器具及び後から参加することも可能であることを挙げている。歴史的文化遺産の宝庫である奈良県は、 関西の観光の目玉であるにもかかわらず、同県が参加を見合わせていることから、関西広域連合はこれを PR に生かせないでいる。特に、国際向けの観光 PR 事業で、奈良を書くことは、無視できない大きなマイナス要素であり、関西広域連合と奈良県は、歩み寄りが望まれつつも、互いに関係を図りかねている。また、奈良県民の中にも、不参加が招く。 将来的悪影響を懸念する声がある。こうした動きを受けて、奈良県の荒井正吾知事は2015年6月の奈良県議会での所信表明演説で、災害時の広域防災体制の強化と観光客誘致促進などの効果をさらに高めることを目的に、関西広域連合加入への移行を表明した。なお、奈良県が加入するのは、 関西広域連合が扱う7分野の事務のうち、広域観光、文化振興と広域防災の2分野である。関西広域連合は、奈良県の加入に伴う関西広域、連合広域計画の改定案を2015年11月に、関西広域連合議会の臨時会に上提し、2015年12月4日、規約改正が総務大臣に許可され、奈良県が、 関西広域連合の構成団体として正式加入した。しかし、その後2016年4月にリニア中央新幹線の停車駅誘致をめぐり、荒井知事が京都や関西広域連合とは絶対に仲良くしてはダメと発言するなど、現在でも両者の間にやや距離がある状態が続いている。域内の人口は2府6県で2000万人を超える。なお、京都府の人口には、 京都市の大阪府の人口には大阪市、堺市の兵庫県の人口には神戸市の人口をそれぞれ含む。主な財源は厚生団体からの負担金である。また、広域連合には課税権が与えられていないので、広域連合税のような独自の地方税はない。平成23年度、平成22年度設立当初は、広域防災、広域観光、文化振興、 広域産業振興、広域医療、広域環境保全、資格試験、免許等、広域職員研修の7分野の事務が取り扱われる。これらの広域行政に関する事務は、関西広域連合に加入している2府6県及び4政令市が対象区域となっている。ただし、下記の地方公共団体については、記載された特定分野のみの参加となっている。 徳島県は、加入当初は、資格試験、免許等に関する事務については、不参加だったが、2012年4月以降は、当該事務を含めた全ての広域行政事務の対象区域となっている。ドクターヘリの広域運用を、編集複数の府県で連携した、ドクターヘリの運行は、広域連合の設立前から始まっており、それを広域連合に集約させる形で事業が進められている。 まず、2011年度に、京都府、兵庫県、鳥取県三府県共同運行のドクターヘリ一機が、広域連合に移管された。加えて、大阪府と和歌山県の各一機と広域医療局を置く、徳島県が導入した一機が移管された。さらに2015年には、島県と京都府が共同に運行する一機が追加された。三府県、ドクターヘリ、大阪府、 ドクターヘリ、和歌山県、ドクターヘリ、徳島県、ドクターヘリ、兵庫県、ドクターヘリ刑事、ドクターヘリ広域連合委員会構成団体の、長が委員となり、運営方針、予算等の重要事項を協議する。広域連合委員会委員長、ひと坂義信、各委員の5選により選出。広域連合委員会副委員長、西脇隆都市、広域連合長の指名。 各担当委員、担当事務局広域防災、井戸都志造広域防災副担当、久本木蔵、荒井正吾広域観光、文化、スポーツ振興、西脇高俊市広域観光、文化、スポーツ振興副担当、角川大作、荒井正吾産業振興、資格試験、免許等、吉村博文産業振興副担当、松井一郎、A 藤秀樹広域寮、 飯い家み広域環境保全、三日月大蔵広域職員研修、広域農林水産、人としさかのぶジオパーク担当、平井真嗣広域連合事務局本部事務局の所在地は、大阪府立国際会議場内。広域連合議会定数39人、それぞれ府県市の議会で、当該議員から選挙される。定例会、臨時会の本会議は、 広域連合本部事務局がある大阪府立国際会議場3階のイベントホール E で行われる。広域連合協議会地域団体、経済団体、学識経験者等により構成され、広域連合の将来像等について幅広く意見を聴取し、協議を行う連合庁の付属機関。国出先機関対策委員会委員長、井戸敏三、副委員長、西脇隆俊 発足2週間後の2010年12月16日には国出先機関対策委員会で国に対して国の出先機関改革についてを行った。関西広域連合は設立前からマスコミや各府県議会などでしばしば同州制に関連させて論じられているがその関係性については関西広域連合設立案の中で次のように説明されている。 ありがとうございます。